クレーン移動式、クレーンジブを伸ばした、ラフテレーンクレーン移動式クレーンとは、クレーン、移動式クレーンなどを含む抗議のクレーンについての、日本の法令の定義区分の一つであり、当該抗議のクレーンのうち競技のクレーン、デリック、溶化装置以外のもので、不特定の場所へ移動して作業できる構造のもの。それぞれに運転資格が異なり、この区分のものの運転には、 移動式クレーン運転士免許等が必要となる。移動式クレーンの定義として、不特定の場所へ移動できることが前提であるため、長距離であっても、校内のクレーン用レール上だけを移動する、門型クレーンやコンテナ船積用クレーン等は、移動式クレーンに該当しない。逆に、固定した配電板等にケーブルを接続して、送電を受けて運転する、電動クローラクレーン等は、 ケーブルの長さ範囲でしか移動できないが、走行路が特定されておらず任意の方向かつ経路を走行できるので移動式クレーンとみなされる。船舶上に搭載されたもの、肘甲線、または大船上に搭載されたもの、鉄道軌道上を走行して移動できるものは移動式クレーンとなる。陸上を走行移動できる移動式クレーンの本体は上部旋回体と、 下部走行体により構成されている。旋回フレームの上には巻き上げ装置、起伏装置、旋回装置、運転室、ブームが搭載されている。クローラ式、オールテレーン式、一部のホイールクレーンでは、原動機も上部旋回体内に搭載されている。走行体には、クローラ式、トラック式、ホイール式がある。クローラは、クローラベルト、駆動輪、誘導輪、 上部、ローラ、下部ローラなどで構成される。トラッククレーン、オールテレーンクレーンのキャリアは、トラック式、ラフテレーンクレーンのキャリアは、ホイール式、どちらのキャリアも特殊自動車である。一般的なホイールクレーンとトラッククレーンでは、下部走行体に原動機を搭載して、走行と作業に兼用している。トラッククレーン、オールテレーンクレーン、ラフタークレーンでは、アウトリ側。 株総シャ車シ部に取り付けられ、アウトリガボックス、アウトリガビーム、アウトリガフロートなどにより構成される。油圧伸縮シリンダで、アウトリガビームを張り出し、油圧ジャッキシリンダで機体を持ち上げ支える。タイプとして、H 型、アウトリガ、X 型、アウトリガがある。鉄道用ミサオ従者で、釣り場荷重5トン未満の小型のものでは、アウトリガーを装備せず、ターンバックル、または、 油圧クランプ装置で走行車体枠とレールを締め付け禁定して点灯防止する方式もある。ワイヤーロープは釣りに巻き上げ、ジブキ服装置に用いられる。主ドラム、ホドラム、ジブキ服用ドラム、第三ドラムなどがある。移動式クレームでは使用するワイヤーロープが長いため、ドラムにワイヤーロープを多層巻きにする。シーブはブームの先端、フックブロック、 ジブキフクロープの端末で用いられ、このシーブを介してワイヤーロープが複数本掛けされる。シーブ1枚の機械効率は滑り軸受け0.96、転がり軸受け0.98。小型船舶のクレーン船では長らくデリックが多用されていたが、近年では車両積載系トラッククレーン属に言うカーゴクレーンを採用したものが増えている。 釣り場荷重がおよそ20トン以下の漁業支援用と、養病作業用の小型クレーン船では、手巻きと起伏のみで旋回機能を有さないものもある。釣り場荷重が数十トンから500トン程度の港湾工事、海洋工事用とのものでは、航脚、または高床デッキ上に、クローラ式クレーンと同様な上部旋回体を搭載したものが一般的である。 工事用クレーン船では、グラブバケット作業や重水を重力落下させて、岩礁を破砕する作業が多いので、陸上の移動式クレーンとは違い、探索釣り上力が非常に大きく、大型クレーン船では探索釣り上力50から60トン程度のものが多い。釣り上荷重がおよそ千トンを超える大型クレーン船では、自体に航行装置を持たず、主治部の動きは起伏のみで、 旋回機能を持たないものがほとんどであり、旋回が必要な時は随伴する、タグボートの推進力を受けて、船体自体を旋回させる。トラッククレーン、ラフテレーンクレーン、オールテレーンクレーンに要求される性能とその環境について記す。建設工事の大型化、建造物の高層化に伴い、ブームの長弱化と吊り上げ能力の向上が求められている。しかしながら、単に、 ブーム断面を大きくしたり、厚い高化するだけでは重量が増加し安定性能の低下要因となる。作業効率向上のため、作業現場への移動を速やかに行える、機動性と走行性能が求められている。その一方、国土交通省の道路運送車両の保安基準、車両制限令からは一般道路を走行可能な条件として、 車両操縦量や軸重などの制限が設けられている。蒸気1、2の条件の中で優れた吊り上げ性能、走行性能を満足するためには、クレーンを構成する各構造物、とりわけブームにおいて、軽量で光合成、高強度を持つことが必要である。さらに、これらの構造物は溶接性刊物が主体である。ことから、材料としては溶接性の優れた、 高庁力校が望まれる。国内で自動車登録されている、吊り上げ荷重16トンを超えるラフテレーン、ほぼすべてのオールテレーンクレーンは、車両制限例の最高限度の重量、寸法を超えている。これらの車両は、特殊車両として、道路管理者に通行許可を申請し、許可を受けなければ、道路を通行することはできない。道路法第47条の2第1項では、 道路管理者は、車両の構造または車両に積載する貨物が特殊で、あるためやもう得ないと認めるときは、最高限度、個別的制限値を超える車両を通行させようとするものの申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため必要な条件を付して、通行を許可することができると規定している。 この規定による制度が特殊車両の通行許可、制度である。ラフテレーンクレーンラフテレーンクレーンの場合は分解の必要がなく、全装備走行姿勢で通行許可を取得できるが、付された通行条件に従い、徐行、電行禁止、前後の誘導者の配置、通行時間帯などを守って通行しなければならない。通行経路、クレーンによって通行条件は異なるが、 釣り上げ荷重25トンクラスでは、前後の誘導車の配置が必要な通行条件 C。釣り上げ荷重50トンから60トンクラスは、夜間の通行時間帯指定等が加わる、通行条件 D で許可が出るケースが多いのが現状である。オールテレーンクレーンの通行許可、オールテレーンクレーンは、吊り上げ荷重100トンクラス以上の超型車両が、ほとんどであり、全装備状態で、 車両総重量が約60トン以上となるので、上部クレーン部と下部クレーン用台車として分解搬送をしなければならない。クレーン用台車は上部クレーン部を取り外して自走し、上部クレーン部はトレーラー等で別搬送することが必須となり、作業現場に搬入して組み立て、クレーン作業が終われば分解して搬出するという工程となる。1980年以前のトラッククレーン。 ラフテレーンクレーンには、引っ張り強さ600、ニュートンマイメートル平方メートルクラスの、高張力鋼が使用されていた。1980年代後半に、欧州鉄鋼メーカーにより、引っ張り強さ1000、ニュートンマイメートル平方メートルクラスの溶接構造用鋼板が開発され、大型クレーンのブームに採用された。現在では、欧州の大型クレーンの使用鋼材は、 引っ張り強さ1200ニュートンマイメートル平方メートルクラスまでが使用されている。国内では1990年代初頭にオールテレーンクレーンにおいて引っ張り強さ1000ニュートンマイメートル平方メートルクラスの超高張力鋼が採用された。現在のオールテレーンクレーンの一部では引っ張り強さ1200ニュートンマイメートル平方メートルクラスの材料が使われている。 しかしながら、世界的には、日本より、欧州での高張力化が進んでいるのが実情である。超高張力鋼の採用による、ラフテレーンクレーン、オールテレーンクレーンのブーム断面の変化後半の、高張力化に伴って、その材料特性を引き出すために、ラフテレーンクレーン、オールテレーンクレーンのブーム断面形状が変化している。初期のブームは上げ板、た、下板。 側板を溶接し箱断面を構成するシンプルなものだった。その後、引っ張り強さ1000ニュートンマイメートル平方メートルの超、高張力鋼の採用に合わせて考案された断面は、次の特徴がある。複数段ブームの伸縮機構は、従来は複数の伸縮用油圧シリンダとワイヤーで構成されていた。一本のシリンダと一本のブームを常時連結して、伸縮、または、 1>, 1セットのワイヤー伸縮機構と1本のブームを常時連結して伸縮という仕組みであった。これに置き換わる伸縮機構として1本の油圧シリンダで複数段のブームを順次送り出しピン固定する方式が開発されている。伸縮用のアクチュエータが複数から一つになり軽量、コンパクト化したことによるメリットは安定性能、 強度性能の向上とブームの長尺化が可能になったことである。デメリットは、伸縮の際、油圧シリンダと格段ブームを連結、解除し、順次つかみ変えていくため、油圧シリンダが往復運動を繰り返すことになり、伸縮の所要時間が長くなることである。一本の油圧シリンダで複数段のブームを順次送り出し、ピン固定する方式は、 2001年に100トン釣りオールテレーンクレーンに採用され、その後の機種においても採用されている移動式クレーンに備えられている安全装置、機能について移動式クレーン構造規格において取り付けが義務付けられているものは以下の通り、巻き防止装置フックが上限の高さになると警報を発したり、フックブロックの巻き上げを自動停止させる装置。 過負荷防止装置クレーンで吊り上げた荷重が、定格荷重を超える前に警報を発し、定格荷重を超えると、クレーンの過負荷側への作動を自動的に停止させる装置。安全弁灯油圧回路の流量や圧力を許容範囲内に制限する安全弁。回転部分の防護歯車、軸等、回転部分の保護装置。警報装置ブザーなどによる警報装置。 傾斜角指示装置、地吹器複角の表示装置、外れ止め装置、ワイヤロープの外れ止め、前小灯灯前、小灯、微灯、静灯灯、後退灯、方向指示器、軽音機、後映し鏡、移動式クレーンの直前にある障害物を確認することができる鏡、速度計を備える必要がある、クローラクレーン及び被検院式の移動式クレーンを除く。また、 最高走行速度が 35km 毎時未満の移動式クレーンにあっては速度計を備えないことができる。操作回路散落事故による危害を防止するための操作回路の決戦の方法。トラッククレーン、ラフテレーンクレーン、オールテレーンクレーンにメカトロニクスが導入されるようになり、過負荷防止装置はマルチディスプレイ化され、以下の付随機能が備わるようになった。 作業状態表示機能釣り2重両、定格総加重、ジブ長さ、作業半径、起伏角、用ほどなどを表示する機能。作業範囲規制機能ブーム角度の上下、作業半径、最大上げほど、旋回範囲の制限設定を安全装置に入力することで、障害物に当たらないように自動的に停止させる機能。ジャッキ反力シミュレーション機能ブーム長さ、作業半径、 荷重、ブームの状態、旋回位置等を入力することで、張り出しているアウトリガの核ジャッキが受ける反力をあらかじめ知ることができる機能。このことにより地盤養生を行い、陥没による転倒事故を未然に防止することができる。起伏作動の管定式の起伏作動の停止時に、釣り荷が完成により大きく前後に触れる現象が起こる。この現象を回避するために、 制限値に到達するまでに自動的に速度を緩めて起伏作動を停止させる機能。旋回自動停止機能過負荷領域への旋回を自動的に停止し、旋回時における点灯を防止する機能。作業状態の自動検出機能操縦機構の自動ロックモニター機能旋回対向部にカメラを取り付け、ウインチドラムをモニターすることにより、ウインチの微動操作や、 ワイヤロープの乱巻きの監視を行うことができる。また、ブーム先端左側にカメラを取り付け、道路走行時のブーム先端左側を主に足して、見通しの悪い交差点での安全確認を行うことができる。吊り上げ高さが大きい機種では、ブームトップに重力追加型カメラを取り付けて、釣り木を真上から監視することも行われている。オートレベラーアウトリガ張り出し操作を自動化し、 機体を水平状態に保つもの。ウインチのネガティブブレーキ機構通常はブレーキが効いていて巻き上げ、巻き下げ、自由効果操作時に油圧シリンダでブレーキを自動的に寛解するもの。風光風速軽航空障害等以上の資格ではクレーンを運転することはできない。移動式クレーンの免許があっても天井クレーンや溶化装置を運転することはできない。ありがとうございます。